中年はタッキーです。今日はね、道の駅、アグリの里立東っていうところで撮影してます。滋賀県になるんですけども、ここによるとね、一回高速道路を脱出できるという社会実験をやってるらしくて、まあ出てみようかな。まあ単純に名神が自己渋滞してるんで遊んでみようかなって感じでね、ここに来てるんですけどね。で、今日ここで撮影してるんですけど、前回の動画で、このカメラで撮ってきたというやつね。アグファ RPX400 というフィルムを使いまして、キャノン A1 に、ニュー FD50mm F1.4 っていうレンズをつけて、まあ、撮影してきたという動画をやったんですけども、まあ、前回の動画でも言いましたけど、これはま、伏線でして、今回の動画はこいつがメインになりますね。まあ、カメラは同じキャノン A1 なんですけど、レンズが、FD50mm F1.4 銀枠と、まあ、FD レンズの最初の頃のレンズなんですけど、光学設計はね、このニュー FD とは変わらないということで、まあ、おそらく同じような取り味になるだろうということで、撮ってきたんですけども、フィルムがね、コダック WX、最近よく話題に上がっているフィルムです。400フィート巻きで購入して、パトローネに詰め替えて撮っております。で、今回はその RPX400 と、コダック WX の写りがどんな差が出るのかと、すべて同じデータで撮影してきておりますので、まあ、こうご期待ということで動画を始めると思います。それでは動画スタート。はい、今回使用しましたね、このキャノン A1 2台。贅沢だというね、方もいらっしゃると思いますが、2台ともジャンク上がりです。で、1000円とか1500円とかで購入してきたんだと思いますが、詳しいことは忘れました。1台はね、プレゼントにこの間出ていきました。もともと3台持ってたんですけども、現在、所有している A1 は2台になります。で、コダック WX でまあ、とりあえず今回は撮ってきたということをメインで行くんですけどね、早速ね、作例の方を紹介していきましょうか。まあ、今回の、コダック WX は現像液が富士スーパープロドール 50% 希釈1対1ってやつですね。で、現像時間が20度、現像液20度で現像時間が9分ですね。ISO400 で撮影したので増感現像になりまして、現像時間9分になってます。まあ大体ね、コダック D76 と同じぐらいのデータで、その富士スーパープロドール 50% はね、同じぐらいのデータ、コダック D76 現液と同じぐらいのデータでいけるということで、まあ、D76 のデータってね、本当にたくさんあるんで、まあ、すごく都合がいいということで、現像液、安い現像液、富士スーパープロドールで、現像してきました。で、作例を今から行くんですけどね。はい、ここからは作例になってまいりますがね、よく見てほしいのは、流状感、階調、コントラスト。まあ、この辺を見ていただこうと思いますがね。まあ、見ていただければわかる通りね、このフィルム本当に素晴らしいフィルムでして、シャドウ部のつぶれもね、ディテールしっかり出てると思いますし、流状感もね、これ400に増感現像した割には抑えれてると思いますね。もう、最初からね、400として販売されててもおかしくないぐらいの出来。もしくは、それ以上じゃないかな。吸入剤ということも考えれば、かなり流状感は抑えられてると思います。これはね、手前の扉に露出を合わせたんですけど、奥の方までね、しっかりディテールが出てることがね、わかると思いますね。流状感も抑えられてて、シャープネスもしっかりして、こちらもね、シャドウ部の方にね、明るい方にこれ露出を合わせますけど、シャドウ部のしっかりディテール、バッチリ出ておりますね。このね、風景写真にね、このフィルム、バシバシとね、結構適当に撮ってきて、まあ、もったいない撮り方ではあったんですけどもね、まあ、風景写真使ってもいいし、機械的なものを撮るのにもいいかもしれませんね。で、非常に仕上がりこれいいですね。かなり好きな感じに映ってると思いますが、皆様はどう思われますかね。モノクロらしさ、最近のね、そのコダックトライ X がちょっと牙を抜かれているということなんですけども、コダックらしい仕上がりになっていると思います。
はい、こんな感じなんですけどもね、WX で、まあ、このフィルム2本ね、RTX400 と2本、だ30分ぐらいでね、両方ともフィルム1本ずつ取り切って、まあ、72枚ね、30分で取り切ったので、贅沢な取り方してきたんですけどもね、まあ、単純にね、撮る時間がないっていうのもあるんですけど、まあ、田舎のね、風景を、2本のフィルムで撮ってきました。ここからはね、比較のね、動画になっていきます。1枚目、同じ写真が連続、同じような写真ですけど、が2枚連続で続きます。1枚目が、ローライ RPX400。で、2枚目がコダック WX の作例になっております。ここからはね、比較の作例をやっていこうとも思います。はい、作例ですがね、今回たっぷりお見せしますがね、すぐにわかると思いますが、これ2枚目がコダック WX なので、少し感度が高いような気がします。もうカメラのね、精度もね、信頼できないので、一概には言えないんですけどね、ほんのちょっとだけコダック WX の方が感度が高いように見えますが、調子はね、そんなに変わらない気がしますね。流暢感もほぼほぼ同じぐらいかな？うん、ほぼ同じぐらいだと思いますね。ただね、決定的に違うのがね、ディテールの出方が違うような気がします。この写真ではちょっとわからないですが、わかりやすい写真もね、後から出てきますのでね、ほぼこの写真でもほぼ変わらない感じ。ですね。この写真はね、明らかに違ってきます。手前のアスファルトの方に注目。かなりね、明るく出ております。まあ、これ感度のね、誤差もあるんでしょうが、シャドウ部のね、ディテールのところに注目してほしいんですけどもね、ほんのりね、ディテールがしっかり出ているように思います。まあ、これも感度の影響かもしれませんけどもね、で、あと中間色の感じがね、ちょっとだけね、WX の方が滑らかにも見えます。ローライの方はね、本当にギンギンにハイコントラストなフィルムを出すメーカーなんで、この辺が出てると思いますね。で、この写真に大注目です。アスファルトの表面のディテールが、あと金蓋のディテールに差が出ていると僕は思うんですけど、皆様どう思われますかね。他の写真はね、本当にね、ほんのり、コダックの WX の方が明るく出る。この写真もそうだと思いますが、ほんのりね、やっぱり明るく出てますね。まあ、カメラの誤差もあったのかもしれませんが、こんな感じでね、ほぼ差がないと。まあ、性格的にはね、よく似てるフィルムであることに間違いはないんですね。コダックもローライもコントラスト高め。で、400の吸入剤ということで、流暢感とかね、シャープネス。まあ、その辺もね、大差ないものですが、この価格のことを考えると、ローライの RPX400 は長巻きで出してないんで、WX が長巻きで買えると、まあ、400フィートになりますけど、長巻きで買えるということを考えると、常用フィルムにするにはいいんじゃないでしょうかね。で、WX はね、250という、元々の感度が250ということで、100にも400にも転用できると、ここがね、非常に美味しい、部分であると思うので、WX を購入して常用フィルムにするのは全然ありだと思いますね。まあ、ローライ RPX400 と比較して、まあ、いい感じで撮れるなと。うん。これは、使えるフィルムだと思います。で、そのうちなんですけどもね、トライ X とももちろん比較していきます。ここが一番皆さんの気になるところだと思いますが、モノクロフィルムの代名詞とも言えるね、トライ X とのね、比較、そのうちやっていきますんで、またこうご期待ということですね。はい、今ね、撮影が上がったんですけども、今回はね、アリスタエデュウルトラ100と WX の試写してきたんですね。レンズはね、この Q4386、非 AI の4386で、カメラボディはニコマート EL で撮ってきました。まだ撮ったばっかりで現像してないんでね、失敗してるか成功してるかもわかんないんですけども、今後こちらの紹介になっていくと思います。はい、今日の動画はこんな感じでね、WX どんな感じだった
ったですかね。まあ、RPX はそんなに差はないんで、RPX でもいいんですけど、値上がりしていってますね。まあ、WX も値上がりするかもしれませんが、そこがまあ、値段の差がね、1300円前後でね、コダクでね、ローライの RPX400 が推移しております。で、WX なんですけどね、一応販売の予定があるということですけど、現状でいくとね、900円ぐらいになっちゃいますね。ドルがね、恐ろしい勢いで上がってるんで、まだ仕入れてないんですけどね、もうちょっとね、収まってほしいんですけど、ドルが上がる勢いがちょっとね、今日ちょっと止まったんですね。今日の時点でちょっと止まったんですけども、すげえ高いところで止まってるんでね、今日ね、3月25日、令和4年の3月25日なんですけど、今日ようやく2週間ぐらいね、ドルがずっと上がり続けて、ここでようやく止まったなと、明日どうだろうなっていう感じでね、ちょっと見てるんですけどね。フィルムの販売の方はね、もうちょっとお待ちくださいっていうことになっております。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは、あきじゅんさんですね。おたきさん、視聴者様、こんばんは。自分では珍しい生き物の写真2枚投稿します。相棒はキャノン F1N の1号機と2号機、フィルムはともにコダックゴールド200、1号機、まあまあよくある写真。FD50mm、シャッタースピード2000分の1開放、1.4 開放ですね。2枚目は2号機、本命機、を撮れてた。FD300mm、ちょっと前にデジカメの記事の写真投稿の時、構えてピント合わせてたら飛んでいってしまい、シャッターを押したといった写真ですが、ガラス越しのアンダーの中のアンダー写真ですが、飛び立つ生地を収めることに成功できてました。一コマ入魂の写真です。最初何の写真か自分でも分かりませんでした。皆さん生地どこだということなんですけどね、1枚目からいきますが、これ雲ですね。まあよくある写真といえばよくある写真なんですがね、この手の写真はね、雲の巣が欲しいとこですね。だからね、バックをね、うまいことをこう角度を変えて黒っぽいものから写していけば雲の巣がね映り込むと思うので、ちょっと参考までに、で2枚目なんですけどね、生地どこっすか。あ、いた。真ん中の方にいますね。真ん中の方にいる。これはちょっと、これは切り取ってしまっても、うん、まあ一応羽ばたいてはいるんですが、ディテールとしては微妙ですね。惜しかった。秋潤さん、ありがとうございます。結構ね、動き物を撮るのはね、まあデジタルでもしんどいんで、フィルムではかなり苦しくなっておりますね。はい、次はモンタロウさんの投稿です。お仕事お疲れ様です。ホマパン200を初めて使った時の写真を2枚投稿します。このフィルムすごいですね。解像感バッチリでニコールレンズとの相性は抜群な気がします。スキャン後のデータを見た時、デジタルカメラで撮った写真かと勘違いしてしまいました。主要カメラ2コマと FTN、レンズ1枚目は AIS ニコール 50mmF1.4、2枚目はオートニコール 135mmF2.8 です。夏に向かって暑くなっていきますのでご自愛くださいっていうことですね。写真なんですけどもね、これ本当にね、僕もフォーマン200、アリスタで使ったことがあるし、フォーマンでも使ったことなんですけど、本当にすごくいいフィルムで、コントラストもね、よく出ておりますね。いい雰囲気のいい写真になっておりますね。2枚目はね、モノクロのね、桜。河津桜だと思いますけどね、これすんごい雰囲気よく撮れておりますね。いい感じで撮れております。はい、モンタロウさんありがとうございます。次は、たくみさんの投稿ですね。おたきーさん、こんにちは。最近フィルムカメラ始めた友達を数えてみたら5人ぐらいになってました。大学生には EE3 が人気のようです。あとペンタックス SP やニコン EM を買っている友達もいました。そんで僕は最近 F601 を買い足しフィルムを楽しんでます。最近は英語字幕版も誕生してますます活気が出てきましたね。またチャンネル登録者5000名突破もおめでとうございます。ありがとうございます。長くなりましたが作品投稿させていただきます。組写真でタイトルは日々とフィルムでお願いします。カメラニコン M3 AI ニコール 50mmF1.4 フィルムはゴールド200です。よろしくお願いしますということで、作品なんですけど、もうこれね、もうよくある写真と言わればよくある写真なんですけど、素晴らしいですね。コップがちょっとね、メスシリンダーっていうか軽量カップなのが気になるところではありますが、2枚目はこれ肉まんですか、湯気までしっかり映っててなかなかいい感じになっておりますね。3枚目もね、コーヒーのね、湯気が出ております。これはいい写真になっておりますね。たくみさん投稿ありがとうございます。
次はスレイヤーさんの投稿ですね。おたきさんこんばんは。今回も首写真で投稿させていただきます。タイトルはパワースポットを求めて。カメラコンタクス RX、 使用レンズカールツアイスプラナー 50mm f1.4mmj、 ヤシコンの日本製ですね。イルフォード FP4 プラス自家現像です。先日クルメの甲羅大社に行った時の写真です。山頂付近の眺めも良かったですが、そこからさらに山道を歩くと奥宮があり、湧き水の出る小さな神社がありました。森林の中の空気が美味しかったです。いつも楽しい動画ありがとうございます。体に気をつけて仕事と趣味も、頑張ってくださいということですね。作品なんですけど、1枚目からいきましょうか。これね、ミニがね、車が見えてるんです。ちょっとね、埋まり気味なんですがね、よく映っておりますね。で、2枚目いい感じになっておりますね。これ鳥居さんのね、看板っていうんですか、映しておりますがね、被写界深度浅くしてよく撮れてると思います。で、3枚目の方で、ね、縦構図でね、カメラを構えている、これパール3かなんかかな、レンジファインダー式の、蛇腹式のね、カメラですけどね、映っているね、女性が印象的な写真になっております。はい、投稿ありがとうございます。次が、一都市九さんの作品ですね。1枚目がね、着接。ニコン F801、ズームニコール AI3570、F3.3 から 4.5S、コダックカラープラス200。2枚目が年輪。ニコン F801、ズームニコール AI3570、F3.3 から 4.5S、コダックカラープラス200。追伸ノイズなのか、光電化の消耗か、スキャナー修理か、買い替え時期です。ということで、着品なんですけどもね、これよく見るとね、横方向にね、あの筋が走ってんの、これわかるかな、黒っぽい筋。2枚目もね、そうです、黒というか紫というかね、筋が走ってるのがわかりますね。これが気になっちゃって、ちょっと作品どころではないんですが、スキャナーも寿命があるんでね、ちょっとオタッキーも非常に気になるところですね。一都市九さん、どこのスキャナー、エプソンなのかな。オタッキーのね、写真もね、めちゃめちゃスキャナー使ってるんで、しかも中古だし、そのうちダメになっていくのか、ちょっと不安に思いました。はい、一都市九さん、投稿ありがとうございます。でね、タイトル画面なんですけど、非常に迷いました。迷いましたがね、スレイヤーさんの3枚目行きましょうか。女性が写ってるこのね、カメラを構えている写真、非常によく写っております。解像度もバッチリ、ピントもバッチリですね。こちらをタイトル画面にさせていただこうと思います。はい、投稿ありがとうございます。この次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーね、ちょっと投稿が増えてて、今日2人紹介しようと思ってたんですが、他のコーナーもたくさん来てるんでね、ちょっと1名の紹介にさせていただきます。すみません、ちょっと時間尺の都合でね、こうなってしまいました。野良旅人さんの俺のカメラです。中年オタッキさん、いつもいつもお疲れ様です。俺のカメラのコーナーで投稿します。ずっと大切に愛用しているニコン F シルバーに新しい仲間、ニコン F ブラックが加わりました。こちらもなかなか良い状態でしたが、これから使い込んで、真鍮色が出てくるのも楽しみです。出てこないようにも使いたいですか。うん、わかるわかる。撮影機材はニコン ZFC28mmF2.8 のレンズキットです、ということですね。で、作品なんですけども、贅沢ですね。ブラックとシルバー。ブラックはね、状態のいいものはね、もう完全にコレクターズアイテムになってて高いと思うんですが、よく仕入れましたね。本当にね、どちらも状態が良くてね、シルバーの方にはね、特殊なね、ソフト、ハードケースか、がついておりますが、大切に使っているのがよくわかりますね。こちらはシルバーのアップですが、非常に状態がいいのがわかりますかね。僕はアイレベルは持ってないんですけども、アイレベルファインダー2台で、ファインダーだけでも結構な値段になっていくこの2台であります。で、最後の写真がと、これね、最後の写真というか、4枚目の写真、これね、背中合わせになってるやつね。こちらをね、タイトル画面にさせていただこうと思います。野良旅人さん、ありがとうございます。はい、ここからはね、やったらやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったらやっちまったのコーナー。今日は時神さんのやったらやっちまった、やっちまったですね。
時神です。コロナ禍の中、お仕事お疲れ様です。やったやっちまったコーナーのやっちまったに投稿します。撮影場所は岐阜県垂水鉄道の本須駅構内。先日プラレール号を撮影しました。カメラペンタックス K2、レンズは SMC ペンタックス M50mmF1.4、 ネガカラーフィルム、ロモグラフィー、ネガカラー100を集めて撮影しました。絞りは F8 です。で、撮影したフィルムを岐阜で大手カメラチェーン店と現像とデータ化をしてもらったんですが、1枚目のように全てのコマがエモい画像になりました。あまりに色調が変に思えたんで、大阪で行きつけの岐阜と同じ大手カメラチェーン店でやり直してもらったんですが、やり直してもらったのが2枚目です。普通の色になりました。どうやら岐阜の店はロモの扱いが経験値がなかったようです。岐阜の店はこの3月よりロモフィルムを取り扱い始めたばかりで、データの蓄積がなかったみたいです。大阪の店はロモを扱って10年以上、データ化のシステムはどちらも同じフロンティアですが、差が出ても仕方ないですね、ということですね。で、見てもらいましょうか。1枚目の方はね、本当になんかレトロフィルムみたいな色になっちゃってますね。レトロフィルムというよりは本当に昔撮った写真みたいな感じ。まあこれはこれでエモくて面白いかもしれないんですけど、2枚目の方はね、非常に正常な色に映っております。ロモグラフィーの癖なのか、ちょっと赤っぽく映ってるのはどちらも同じなんですけども、ロモグラフィーね、扱いが難しいということで、オタッキーもね、前回、ロモグラフィーのね、カラネガ100使って撮影した時にね、カメラの北村のナルト店さんにね、持ち込んだんですけども、やはり扱いが難しいフィルムということをね、店長さんおっしゃっておられました。扱いが難しい分ね、ちょっと変わった色が出るんでね、エモい写真には向いてるということなんですけどもね、お店によってはこのように色がちょっと変わるということで、注意が必要な部分もあるのかもしれませんね。ちゃんと話してね、ロモなんでね、色がちょっと変に出るんで、よろしくお願いしますみたいなことを言ってもいいのかもしれませんが、できれば経験がね、豊富なお店に出すのがいいかもしれませんね。はい、やったやっちまったのコーナー、ここまで。ここからはね、教えてオタッキーのコーナーになります。はい、教えてオタッキーのコーナー、今日はね、あきじゅんさんの教えてオタッキーですね。教えてオタッキー、オタッキーさん、視聴者様こんばんは。ずっとモヤモヤしてることがあり、ご教授ください。カメラレンズの保管なんですが、自分は気密性の高いプラスチック容器に乾燥剤、湿度計を入れ、日々管理してます。そこで、レンズはカメラにつけてキャップが良いのか、カメラからレンズを外し、キャップも外した方が良いのか、モヤモヤ中です。ホコリが入らないから持ち出すときキャップした方がレンズには良い気がしたりしてます。キャップしてボディにつけて保存は古いですか、ということなんですけどもね。オタッキーの考えですが、オタッキーはキャップをつけて保存するようにしています。キャップがないカメラにはね、無理やり、フィルターとかね、使えなくなったフィルターとかをね、つけてもね、保管してるんですけど、ちゃんと理由があってですね、出し入れするときにね、レンズに傷つけたりしたらね、元も子もないんで、何かしらのキャップをするようにしています。僕はそう思いますが、最初からカビてるレンズを仕入れた場合は別ですけど、カビてないレンズをカビさせた経験がオタッキーにはないんだな。それもね、乾燥剤とか特に使ってなくてね、カビシャットだけでずっとこの37年間やってきてるんですけど、一度もカビたことはありません。そんなわけで、まあ、頻繁に取り出してね、動かすっていうのが一番大事ということを考えると、やっぱキャップをして、その傷を防止しつつ、定期的に取り出して動かすっていうのが大事なんじゃないかなとオタッキーは思いますが、これ答えではないです。もしね、何か特別なことをご存知の方いらっしゃいましたらね、コメントのコーナーにて、よろしくお願いします。はい、今日の動画はね、こんな感じで終わっていきます。今日はね、満タンということでね、フルコーナー、ほぼフルコーナーなんですけどね、一応ね、うちの近所の写真やカメラ屋さんコーナーとかもね、あるんですけどもね、それ以外はもう本当にね、全部のフルコースになりましたね。今日の動画こんな感じになるんですけどもね、これからもね、ちょっとフィルムの比較の動画をいろいろ作っていこうと思っていますがね、やりたいこともたくさんありますしね、またね、機材紹介の動画とかもありますのでね、まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。あとね、オタッキーの英語字幕付きチャンネルの方もね、
好調に推移しているようです。チャンネル登録の方に、ね、今ちょっと伸び悩んでおりますが、まだチャンネル登録されてない方ね、英語字幕付きということで、オタッキーの動画がね、英語圏、他のね、言葉を喋る人たちにも広まっていくことをね、狙っております。フィルム写真をね、世界中に広めてね、フィルムのね、値上がりとかね、販売中止を防止しようというね、コンセプトでやっておりますので、説明欄の方にね、リンク貼っておりますのでね、毎回最近リンク貼っておりますので、そちらから飛んでいただいて、チャンネル登録したりね、高評価ボタンを押していただけると助かります。はい、今日の動画はこんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。次回の動画は多分ニコマートのね、4386のね、作例の方になっていくと思うんですけどもね、現像してみないとわかんないです。もしかしたらね、機材紹介とかがあるかもしれませんので、まあ、こうご期待ということで、次回にご期待くださいませ。はい、今日の動画はここまで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。